今が幸せだということに十分気づいてる子供の話。陽太郎何してんだ。昼寝してんだよ。お前昼日中から昼なんかしやがって、勉強しろ勉強。どうして父さん勉強しないといけないの。バカだなお前、勉強したらいい学校に入れるだろう。いい学校に入ったら何がいいことなんだ父さん。バカだなお前、いい学校に入ったらいいとこに就職できるんだ。いいとこに就職できたら何がいいことあるの。いいところに就職できたらお金がその分ガッポガッポ入るんだ。お金がガッポガッポ入ってる父さん何がいいことあるのさ。お前なバカだな、お金がガッポガッポ入ったら嫌なことを他の人に任せて、お前昼から昼寝ができる、そういう生活できるんだ。じゃあ僕いいよ父さん。なんでだ。今僕昼寝してるから。